ここにかざすと、え、ちょっと待って、動いたよ、開いた、うわすごい。パイロスイカもいけますか。おお、すごい。こんな感じ。おお、すごくリアルじゃないこれ。ね、もう駅だよねここね。どうもこんにちは、鈴川彩子です。日立です。トキです。本日はですね、鉄おもさんの企画で100円ショップで揃う材料で自動改札機を作ってみたいと思います。今目の前に材料が揃っていますが、もう基本的にはね、今言ったように100円ショップで揃うね、で身近な手頃な材料で、みんなもねよく多分通ってる自動改札機を作っちゃいます。ケースがさ、なんかこうちょっとほら小物とか入れてね、収納したりね、飾ったりするケースですね。立ててみるとじゃじゃーん。もうほぼほぼこれで形がなんかできてる気がするね。このケースをですね、使って、あとはこちらちょっとね、鉄おもさんに作っていただいたこんな素敵なデザインですね。このデータの紙を貼ったりとか、あとはねこちら、これはねちょっと薄手のスチレンボードですね。まあこういうの何でも厚紙とかね、ある程度強度があって、まあ、薄めのものであれば何でも OK です。これがあのいわゆるね、このなんていうの、バタンバタンっていうね、あの部分ですね、切ったりして作っていきます。じゃあまずはね、工程としてはすごく簡単なんですが、このね今回鉄おもさんに作っていただいたこのデザインですね、これをまず形切っていきます。あのハサミとかね使うときはね、くれぐれも皆さん気をつけてね、大人の方と一緒にねやってください。時もこうちっちゃいの切ってもらおうかな。こんな感じでね、パーツを切り終えました。もうほぼねできてますね。で今回ね、このあのデータも鉄おもさんね、あの配布されますので、でも皆さん同じようにね、この素敵なデザイン使うことができちゃいます。じゃああとはこれをケースに貼っていきます。で今回これ私たち普通のね、あのコピー用紙、印刷用紙でしてますけど、あの裏が貼れるようなね、シールタイプの、もし紙に印刷したらそのまんまね貼ることもできちゃいます。で、まあこの普通の紙に印刷したら、こうまあ糊とか、糊ちょっと貼れないかな、この両面テープとかね、こういうので貼り付けていきます。両面テープを貼ります。まあある程度とりあえず止まってたらいいかなっていうぐらいでも全然大丈夫だと思います。よいしょ。まあなんとなくこの線ね、機械っぽい線とか入ってるので、こういうのうまく、まあ位置はね自分で考えながらやっていきます、結構ね、フラップをじゃあね、あのバタンの部分を作っていきます。もうスチレンボードにさっき切った、ね、あのデザインの紙を貼ってから切る感じだね。一個できた。まだこっちだ。こっち貼ってなかった。いいんじゃない？おお。いいじゃん。すごい。改札できました。できました。とりあえず貼るのはできました。タッチ部分ですね。タッチ部分。まあここら辺はちょっと長さとかね、いろいろ見ながら細かく、まあ、微調整はしながら貼っていく感じで。よいしょ。いいんじゃない？いい感じね、もう最後になるかな。フラップの部分ですね、このバターンってなる部分ね、これを取り付けていきます。でこれが長板と呼ばれるパーツですね。まあこれもね、おそらく100円ショップとかでも、まあ、在庫のね状況とかにもよりますし、あとはまあいろいろ東急ハンズさんとか、ね、そういうところでも見つかると思いますがね。でこれがこう完全にこうパ
たりくっつくっていう方と、反対側、そうそう、反対側に行くとこのちょうど直角というか、ね、ほぼほぼ90度で止まるような向きがあります。で、今回はこう止まる方ですね、完全にベターンってなんない、こっちでやっていきます。で、若干これ下に隙間が出ちゃうので、こっちでやろうとすると、今回このね、ちょうどこのフラップ作った時に使ったウレタンのね、だいたいこれが同じぐらい、このちょうどここですね、ここわかる、ここの隙間、この隙間を埋めたい、この丸の横のところ、ここで高さを出して、で、これをこっちにつけると、こう、そしたらここでパシャン、ちょうどいい角度で、これも今自動で止まってます。自動というか勝手にね、これ以上いかないようになってるね。立てた状態で貼った方がいいかな、どうですかいい感じそうだね、ウィーンいい感じ、滑らかですね、やっぱりね、長板使うと。でも簡単、ね、両面テープで貼り付けられて、さあ、こんな感じで完成しました。すごい簡単、もう本当に切って貼ってね、それだけでできちゃいました。おー、いい感じ、フラップも動きます。で、ちょっと物によってはですね、若干このフラップつけて、ね、重心がこっちに行くことで、ちょっとやっぱ内側にね、倒れそうになっちゃうことがあるんですが、まあそれは何かしらこう、ここに重りをね、入れてもらったりして、そうするとね、こう安定感が増しますので、ね、まあ、ここはお好みで、ね、フラップもちゃんとここで止まりますよ。ね、これ以上こっちまでバターンっていかないようになってる。いい感じ。で、これもうちょっと応用編として、もうちょっとなんか簡単にこう動かしたいよねっていうね、こともあると思うので、ちょっとさらにこれに手を加えてですね、あの、もちろんこれはこれでもう一つね、完成としてね、すごく素敵な自動改札機ができましたが、もうちょっとアレンジ編で手を加えてね、よりこうリアルな感じね、してみたいと思います。じゃあね、アレンジ編ですけれども、今これね、パタンパタンの部分ね、手でやってますが、ここ今回はこのワイヤー、まあ、針金とかね、ワイヤーを使って、よりね、スムーズに簡単に押せるようにします。まあ、イメージとしてはこんな感じで、このフラップのところにね、ワイヤーつけて、ここら辺に穴を開けて、その穴からこうね、引っ張る力でこう、うまくいけるんじゃないかっていう感じでね、やっていきます。ちょっとじゃあもういきなり動かしてみますね。こんな感じ、おおこんな感じで、パタッ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 、裏側はこんな風になってます。これをこう動かすことによって、ここですね、さっきのフラップのこの、まずこのケースに穴を開けて、そこから出てきたワイヤーがここですね。これがなんと段ボール、薄めのね、段ボール使ってます。これを切って、段ボールとこの穴が開いてるからね、細かいここの穴にですね、この針金を通してね、うまいことこんな原理で、で、よいしょ、こんな感じ、パタン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 、結構この勢いの感じもなかなかリアルにパタンパタンすごくね、シンプルなね、構造ですけど、またこうちょっとアレンジするとよりいい感じになります。さあ、こんな感じで、ね、ちょっと別の色でもね、デザインご用意いただいて、ね、確かにまあ自動改札機さ、会社さんとかによってね、いろんな色あったりしますからね、いいですよ。こうちょっと並べてみたら、今この真ん中の部分ね、これ基本ほら、こっち側オープンなものだけど、ケースそのまま使ってるから、こう真ん中の部分はね、こう重ねたらすごくリアルじゃない、これね、もう駅だよね、ここね、本当に。でも簡単、ケース使って貼っ切って貼ってね、フラップつけて簡単にできちゃいます。パタ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 。さあ、そしてですね、
今回はさらに特別にちょっとね僕たちにはできないようなアレンジをですね、うん、鉄音も編集部の秋山さんにしていただきました。あの以前踏切もね、いろいろ光ったり音が鳴ったり、ね、プログラミングとかをね教えていただいた秋山さんがなんと今回はいすごいまた改札をね作られたということでちょっと見せていただいて、あれもう音が鳴ってる。駅の音、駅の音だ。すごい音が鳴るんですか。はい、さらに他にも何かギミックとしてはご紹介いただいても、あとはここの IC と書いてあるところに、はい、はい、今回ね私たちもねあの紙でね、うん、つけて作りましたが、ここにかざすと、ええちょっと待って動いたよ。あれだ、うわすごい、あ、ピピって言ってる。ちょっと待って、音もう一回いいですか。すごいピピって言ってるよ。 IC のあれに反応してるんですか。これは、赤外線が出てるセンサーがありまして、物に反応してるものなんです。例えば手でも動くんですけど、あ、本当だ、非接触で物をこうやってすごい本当にあの IC カードみたいにこうベタってくっつけないで、うん、あ、ピヨピヨがあった子供のピヨピヨだ。さっきあの私たちが作ったこの針金と、まあ、言ってしまえば同じ動きっていう感じなんですかね。先ほどは手で、はい、あのつまみ動かしてた、はい、後ろからそこをこう、うん、モーターになってまして、うん、おーすごい。もうちょっと、おー、あ、ピヨピヨ鳴ってる子供でピヨピヨ鳴ってる。おーすごい。でももう側はだってね今回、うん、僕たちが作らせてもらったものと全く同じもので、あとはこういったモーターであったりとか基板であったりとかここら辺をつけ、でもそれがねすごいよね、うん、動きとしては、はい、上についてるこの赤外線センサーの、うん、が検知したらこう、はい、モーターと音を出す。なるほどなるほど。5秒経ったら閉まるっていう、すごい。実際にあの駅のように連続してこう、うんうん、こうやって連動してタッチしてもらうこともできる。あ、なるほど、あの閉まる前にっていうことですか。へー、ちょっと IC カードのあの雰囲気をやってみてもいいですか。あ、来たか北海道の、おー、なんか本当にもう全く違和感なくあの本物の改札みたいに今やれてる。モードもあって、今これ全部解除で、例えばこれだと思う、あ、弾かれてる。あとどっちもっていう、こっち行ったり海外に行き方なんですよ。わーすごい通れてるね。 OKOK、 あ、ピヨピヨ、うわ、あれ残高足りなかったんじゃない。すごい、手もいけるから。あれ、お金が足りません。あれ、時全然通れない、時全然、あ、通れてる。もう一つすごく IC の、うん、ね、こうタッチ部分が機械を出していただきましょう。こちらはあの、はい、残高マシーンと。お、残高マシーン、うん、IC カードの残高を表示するすごい、これも秋山さんが作られて、はい、すごい、あ、お、開いた、本当だ、すごい。じゃあこっち今こう改札にも連動して、え、じゃあもしお金が入ってなかったら、例えばこちらの、はい、来たか、残高がないカード、残高ないカードをかざしてみます。あ、50円しか、あ、なんかちゃんとダメですの今で、こっちも開いてない、すごい、ここ今見たダメですのあれが出てたよ、ストップのマークが。あ、ほら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 、50円。へえ、これあれですか、いくら以上っていうのを設定してて今。そうですね、あ、初乗りに合わせて決めて、すごい、あ、そういう設定も、
26円だ、通れない。これやっぱりさっき一番入ってた、うん、ね。お、2879、さっきのまんまだ、うん、ね、ちゃんと開きました。モバイルスイカもモバイルスイカもいけますか。 おすごい、本当に。これはどういう、あのスイカに使われているフェリカというシステム の読み取る部分を使ってまして、はい、なるほど、それは市販されてるやつなんですか。へえ、すごいものを見せていただいてありがとうございます。さあ、ということで今日はですね、うん、自動改札機で作って、うん、さらに手友編集部の秋山さんがね、うん、作られたこのすごい、もう本当に改札、そう、本物みたいな改札 IC のね、このタッチの残高表示も見せていただきました、うん、ありがとうございました、うん。こちらの様子はですね、こちら工作部分ですね、私たちが作った工作部分の様子、こちらは2月1日発売の鉄尾も3月号の紙面にも載ってますので、うん、そちらもね合わせてみて、うん、ぜひ皆さんもお家ですごくね、こちら簡単にできますからね、100円ショップとかのね、うん、身近な材料でできますので、作ってみてはいかがでしょうか。自動改札機を作ってみたでした。ありがとうございます。